今回は座標について学習していきましょう。まず右の図のように点 O で垂直に交わる2つの数直線を考えます。横の数直線を X 軸、縦の数直線を Y 軸、両方を合わせて座標軸と言います。また座標軸が交わる点 O を原点と言います。原点 O は2つの数直線の0を表す点です。このように座標軸を決めると X、Y の値の組に対応してある1点が決まります。右の図の点 A を例にすると、点 A を表す数の組3、4を点 A の座標と言い、3を X 座標、4を Y 座標と言います。これで座標の説明はおしまいです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。まず点 A は X 軸方向に3、 Y 軸方向に1ですから図の位置になります。そして点 B は X 軸方向にマイナス4、 Y 軸方向に2ですから図の位置になります。2問とも正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。右の図のように点 O で垂直に交わる2つの数直線を考えます。横の数直線を X 軸、縦の数直線を Y 軸、両方を合わせて座標軸と言います。また座標軸が交わる点 O を原点と言います。原点 O は2つの数直線の0を表す点です。このように座標軸を決めると X、Y の値の組に対応してある1点が決まります。右の図の点 A を例にすると、点 A を表す数の組3、4を点 A の座標と言い、3を X 座標、4を Y 座標と言います。これで今回の学習を終わります。